広瀬川は、福島県伊達郡川又町及び、伊達市を流れる一級河川、阿武熊川水系の支流である。福島県伊達郡川又町対抗期の、口大山付近に源を発し北へ流れ、伊達市の月立て、両前地域を経て、同市柳川町八幡付近で阿武熊川に合流する。広瀬京下の河川時期は、 浸水公園が整備され散歩などの憩いの場やイベントでの屋外ステージとして活用されている。広瀬川の川の名の由来は、広瀬川と阿武熊川の合流点に広い瀬ができていることによると伝えられる。古来より氾濫が多く、伊達市柳川市街地に建設された広瀬橋は、江戸時代初期より何度となく、氾濫で流出している。近年では百八十六年八月五日の、 台風による水害で堤防が決壊し、柳川市街域が広く水没した。宮城県仙台市に同名の川がある。伊達軍が仙台藩伊達市の不祖伝来の地であることから、1600年に仙台に移った伊達市が不祖の地を懐かしんで仙台の川に広瀬川と命名したという伝承がある。ただ、仙台の広瀬川の所見は鎌倉時代のあずま鏡にあり、 伊達市の仙台入りより古いので、これは伝承の誤りである。1984年8月21日、伊達市柳川町の広瀬川川床の柳川層で、約1500から1600万年前の哺乳類、パレオパラドキシアの化石が発見された。1984年の夏は、干ばつの被害があって広瀬川も流量が極端に減少し、その結果、化石の発見となった。 完全なパレオパラドキシアの骨格は世界でも4例目だった。この発見にちなんで柳川町商店街の広瀬川橋には2006年9月までヨークベニマルを中心としたパレオというショッピングモールがあった。柳川ふるさと祭り2006のよさこいコンテスト広瀬川下流にある広瀬橋は伊達市柳川地域の中心集落にありヨークベニマル。 伊達市立柳川美術館等の施設も近く、商店街の中心になっている。毎年8月15日頃には、恋のつかみどり大会や灯籠流し、広瀬橋のあるメインストリートを柳川踊りで練り歩く、柳川ふるさと祭りが開催される。広瀬京華の河川敷の野外ステージでは、オラトリオのコンサート、よさこいコンテストが開催される。ありがとうございます。